どうも、三浦大知です。ストレイ、続きをプレイしていきたいと思います。ということで、なんかね、謎の、まあ、敵というか、なんかちょっと、なんだろうね、ちょっと、ぷっくらとした雲のような、なんかそんな生き物に追いかけられまして、迷い込んだこの部屋。ここで、にゃーと泣くには B を押すって出てるんで、ちょっとこっから泣いて、ちょっとスタートしていこうと思います。続きやっていきます。じゃあ、泣いてみよう。お？泣いたことで何か反応した。おー、泣くと反応するんだ。この猫ちゃんの声に反応するような仕掛けになってるね。で、こっちに行けと。オッケー。何これ？ラーメン屋さん？あ、消えた。あ、バーって書いてあるね。で、なんだっけ？あ、これで走れるんだ。オッケーオッケー。乗って、そこかな？よいしょ。よいしょ。オッケー。そっち側？こっちに飛び移る。はい。こっちに飛び移る。OK。こっからそこか。よいしょ。あー、そこ怖いね。いける怖いよ、それ。はい。わー、すごい。これもう猫ちゃんじゃないといけない、このルート。よいしょ。ちょっとね、足滑らせないようにしないと。あ、これ押せる感じ？よいしょ。あ、いいよ。オッケー。向こうつながりました。ここは何もないのかな？あー、なんか飛ばしちゃった。すいません。こっちは何もないね。オッケー。降りて。よいしょ。気をつけてよ。はい、オッケー。ここ。カンカン、すいません。あー、ごめんなさい。申し訳ない。んで？あ、こっちか。ここだね。よいしょ。窓、開く？お、開くね。はい、入った。あれ？登れない？はい。ここは？関係ないか。これは、あー、これかな？あ、もしかしてこれ動かす系？おー。動かして。あー、すごい。動かして、その上で。おー、すごい。あ、泣くとなんかその、電気系統に反応がいくね。で、これ乗る。あー、すごい。いいですね。で？え？え、嘘？そこ行ける？あ、めっちゃ見られてる。行ってみますか、じゃあ。はいよ。わー、怖いよ。気をつけてよ。はい、ジャンプ。はい、オッケー。んで？降りるでいいのかな？あ、こう降りれないね。あ、降りれる。はい。よいしょ。オッケー。で、こっちか。あ、また見られてる。これは誰なんだろう。泣いてみたらなんか変わるかな。あ、変わらないね。ここはなんかあるかな。特にないね。 OK。
はい、これでよいしょ。あ、危ないね。ちょっと待って、あー嘘、あーびっくりした、ルートミスったかと思った今。やめて、こっち合ってる？オッケー、これで、あー怖いよ、あーなんかすごい暗いよ。はい、看板の上。あ、これ泣いても反応しない。こっちで合ってるかな。はい、どんどん進んできてます。降りて、これ、あー、ここか。はい、でこれを押すと、よいしょ、オッケー。おー、上から、気をつけて。オッケー、これは上はいけない、こっちかな。これ怖いよ、気をつけて。よいしょ、オッケー。でこれだね。はいはい、ここは関係ないか。よいしょ。お、あ、泣くと反応するね。上に上がっていけばいいのか、あそこに行けばいいのかな。あそこだね。導かれてるな、何者かに。そこ行ける？おいしょ、オッケー。あー大丈夫？はいはい。んで、よいしょよいしょ、はいよ、降りて、でこっち、そこ、でここか。ん？で？そっから？おお、そこ行ける。わあ、ナイス、怖い。危な。ああ、看板落ちた。怖かった今。あ、チカチカしてる。泣くとチカチカするね。こっち何もない。また監視カメラで見てます。誰だお前は？味方か敵かどっちだ。はい、通って、ここは関係ない。あ、ちょっと待って、あそこなんだ、これ何。ほう、あー、ヒューズを抜いたみたいなことか。はいはいはい、これ持っていくのかな、関係あるかな。一応持ったまま行ってみるか。使いそうな気もする。よいしょ。アパート。誰かのアパート来ました。あ、なくなってるね。さっきのアイテムなくなってるわ。あー、ベッドでふかふか、もうここで寝さして。ここで寝さしてよ。ちょっと誰かのアパートでちょっとゆっくりしよう。ちょっと待って。ベスポジをちょっと。はいはい。ちょっと暗いけどね。ちょっとカフェラテ入れてますので、カフェラテ飲みます。皆さんもゆったりとご覧ください。はぁ、あ。美味しいです。はい。んで、この上登る。あー、これはもう絶対やってはいけない。これはもうリアルライフだったらもう絶対にしてはいけない。このキーボードの上で。こんなもん。キーボードの上でダンス。Let's dance! いいですね。こんなもんしてはいけない。もうさ、こんなワインの瓶とかも。はぁ、ごめんなさい。ああ意地悪じゃないわ。いたずらしたくなるな。すごい罪悪感。
でもやめられない。あ、ここ何？こっから行くんだ。お。上から抜けて。あ、爪研ぎできるよ。爪研ぎはしとこう。助けてください。書いてある。ちょっと待って。ちょっと爪研ぎだけ。一旦先に。あー最高です。これもセーブポイントみたいなもんでしょ。助けてください。どういうことなんだ？あ、なんか撃っちゃったよ。データ破損？え、どういうこと？めちゃくちゃ適当に押してるけど。なにこれ？ダウンロードだったらボディが必要です。ドアの向こう電源オン、ボディ探す。ほう。わあ、これ気持ちいいね。キーボードの上でカチカチカチ。してはいけない。かわいい。椅子の上にちょこんと。いや、このゲームさ、あ、いける？行ってみよう。よいしょ。おー。本の上に。キャット、あー、ごめん。ごめん。崩すつもりはなかったんです。ちょっと興味本位で乗っかってみたくて、キャットタワーに見えてしまいまして、すいません。あー、これなんか、なんだ、あれだね。ちょっと機材というか。あー、こっちもすごいじゃん。コンピューターがたくさん。わー、何？ピピピって言ったよ。これ鍵？ほう、ここ乗る。あ、招き猫。わあ、すごいね。ここはなんだ？何の？あ、これなんかヒューズなんか入れるんじゃない？やっぱり。ほら、これ抜いて。はい。これなんだ？よいしょ。ああ、なんか移動した。これ何？取っていいのこれ。取るだけ取ったけど。ああ、それで上にもあったね。ここにはめてくのかな？こうして、これ通る。よいしょ。ずっと監視カメラで見られてるね。ここ。あともう一個。もう一個どこだ？もう一個どこだ？あ、上にある。これ乗って、よいしょ。ここか。わー、すごい。なんかこの感じ、いいな。はい。よいしょ。オッケー。はい。これね。おー、なんか開いたよ。すごい部屋だね、これ。いろんなもの、あれ？あれがボディ？あれがボディかい？泣いてみる。こんにちは。あなたは？乗って。あ、すごい。そういうこと？話しかけるとかじゃなくて？上に乗っかってるけど。これなんだ？はい、落とす。よいしょ。これなんだ？ん？なんか持ったよ。ん？これ関係ない。なんか双眼鏡みたいな。これなんだ？これは何？これをあそこのパソコンのとこに持ってくの？ん？ってこと？え？でも開かないね、ここ。一回あれ？これを置いて、戻さないといけない感じ？
あ、違うな。なんか別のルートがあるっぽいね。ここじゃないね。どこだ？これなんて書いてあるんだろう。このポット何なんだろう。保育。これは関係ない。ここなんか、あ、これ、これか。あ、何 3D スキャナーみたいな、 3D プリンターみたいなこと。あ、なんか動き出した。あれ、壊れてるのかな。わ、すごい。あ、ドローンみたいなこと？動き始めたよ。B12。それ大丈夫？壊れない？それ。あ、壊れた？大丈夫？そんな、あ、大丈夫なのね。あ、なんかちょっと仲良くなった感じ？何喋ってるかわかんないね。あ、うまくいきましたね。助かりました。ありがとう。デッドシティに猫がいるなんてカメラがおかしいかと思いました。あ、自分の名前が思い出せません。記憶領域が壊れたようです。長い間、電子ネットワークの中に閉じ込められていました。ここにいた科学者の下で働いていました。私のことは B12 と呼んでください。私のボディにそう書いてありますので。B ちゃんにしようか。デッドシティは危険なところです。でもあなたはうまくやっていけそうですね。ここを出ましょう。ついてきてください。よし、B ちゃんについていこう。OK。あ、何？あのキーでドアが解除されます。よく覚えています。やって差し上げましょう。ほう。キーを取得。おう、取った。そうです。バッテリーがもうなくなりそうです。あ、早いね。こちらに来てください。バッテリー。これをつけてください。おお、え？あ、なんか来たよ。で、背中き、入った。どういうこと？え、どういうこと？なんか、洋服着てすごい動きにくそう。洋服着たことで歩き方変になるやつ。これ、これなんか変なんですけどってなってるじゃん。どういうこと？これ。え、で、この中に何？なんか入ったよね、さっき。あ、いるね。すっごい歩きづらそう。慣れるのかな？このバックパックはあなたのような小さい四足歩行の動物用にデザインされています。背中に馴染みませんか？ちょっと今んとこ馴染んでないよ。ご心配なく、じきになれますよ。あ、そうかな。キーをデジタル化してバックパックに入れました。あ、さっきの？持ち物を確認するには、はい、上。おー。キーが出てきた。調査。お、回転できる。なんかハードディスク的なキーホルダーついてるね。キー、はい、その調子です。何か気になるものがあれば私に見せてください。わー、すごい。この二人で何冒険していく感じ？または近くの誰かに見せてください。誰かってことは、こっからまたいろいろ出会いがあるんだな。そろそろここから脱出しましょう。オッケー。ちょっと一回爪だけ溶かして爪研ぎだけはちょっと。爪研ぎ欠かさない系猫だから。猫ちゃんみんなそうか。わー、すごーい。あ、で、これで開く。はい。使用アイテム。はい、これ。わー、すごい。あ、こうやってね。二人で、ライトを使うにはこれ。
わあ、照らしてくれるんだ。ああ、こことかね。あ、ピアノじゃん。わあ。わあ、すごい。これもやってはいけない。やってはいけない感じだけど、気持ちいいね。ピアノの上を歩くという。ちょっと清塚さんに怒られちゃいそうですけど。清塚さんごめんなさい。で、これはなんだ。落とす。コード。3748かな。3748。あー、ぶちまけてしまいました。ただコードが手に入った。多分3748。あ、これかな。はい、これで3748。 OK、 開きました。オープン。いちいちもう扉押すのとかも仕草もめっちゃ可愛いわ。わ、何ですかここは。向こうにエレベーターがあります。何やら重要そうです。行ってみましょう。え、 B12 は、そっか、初めてこの外に出てるのか。この街のこと、街が変わる前のことは知ってんのかな。どうなんだろうね。何でしょうこの場所はって言ってるから、あんまり詳しくないのかな。わあ、なんかすごい、わあ、下すごいことになってる。何これ。落ちちゃダメだね。よし、これで、はい。わあ、バケツゴンドラ、かわいい、かわいすぎ。進んでます。かわいい。ああ、癒されるー。はい、降りました。この下はやばいねー。あ、戻ってった。あ、そういうシステムになってんだ。システムって今、システム言えてなかったけど。あ、なに？待ってください。覚えていま、うん？覚えています。アウトサイド。遠い昔行ったことがある気がするのです。あなたはそこから来たのでしょうか。アウトサイドね。あれ、最初アウトサイドって書いてあったっけ。ん、私は誰かに必ずそこへ行くと約束しました。でも誰に。ああ、そこに B ちゃんのなんか会いに行かなければいけない人がいるのかな。アウトサイドに、この街の外って感じなのかな。このポストカードを元に描かれています。持っていきましょう。お、新しいアイテム入手。なぜこんな記憶があるのでしょうか。この記憶はどこから来たのでしょうか。前に進みましょう。その科学者が持っている記憶みたいなことなのかな。お、新しいメモリを発見しました。これだ。あ、誰かに当てられてるね、これ。手紙だね。手紙というか、はがきか。で、こっち？はい、乗る。よいしょ。あー、そっから降りる感じ？あ、いいよ。あー、危ない。気をつけて。降りて。で、ここ降りて。こっちはなんかある？こっちはない。これ普通に階段。だね。あ、これでまた、なんか家。翻訳。セーフゾーン。そっか。この文字も読めるんだ、B ちゃんは。オッケー、乗ろう。はーい、ご覧ください。かわいい、かわいいけどなんか下が怖い。あー、いるよ！
いるぞ。あ、まずい。え、ちょっと待って。どこ行けばいいの？あ、ちょ。ここか。よいしょ。あ、セーフゾーン。危な。うわ、めっちゃいる。あれ、なんだあれ。怖いね。そして、あそこに？あ、ロボットいるよ。スラム。スラム街に来ました。大丈夫かな？仲良くしてくれるかな？あ、なんかびっくりしてる。あ、びっくりしてる。あ、なんか押された。そっか、猫がいるってことは相当やっぱ。あ、閉められた。え、何もしないよ、そんな。大丈夫よ、優しくして。あ、みんなもう逃げるように。やっぱさ、さっきの、あ、びっくりした。ここバーかなんかかなぽいね。なんかさっきの生き物いるじゃん、あの生き物と見間違えてるみたいな感じなのかな。みんなやっぱあの生き物にこうやられて、どんどんこう街がさ、ね、あんな感じになってってるから、逃げろみたいになってたね。緊急事態だみたいな。あ、大丈夫よ、仲良くして。あ、でもみんな多分街を追いやられてこのスラムに来たみたいな感じなんだろうね。みんな逃げてる。あ、そしてこの人だけは残った。あれ、なんか違うぞってなってる。話聞いてくれるかな。話聞いてくれる？急に、あ、交流しよう。あ、B ちゃんがちゃんと喋ってくれてる、これ。彼ら独自の言語があるようです。ほう。ゾークではないな。あ、あれさっきの生き物がゾークっていうのかな？知らぬ顔だな。ガーディアン。誰も食べない限り歓迎するよ。食べないよ。ただの猫です。あ、これで警戒が解かれる？あ、オッケー。いや、みんな恐る恐る出てきた。あー、ここではみんなこのロボットたちが生活をしてるんだね。迷っているのか？何が欲しい？アイテムを見せる。あ、これ見せたい。アウトサイドの写真か。くだらない。エレベーターは動いていない。みんな知っている。ここから脱出などできないと。アウトサイダー以外はな。しかし奴らも皆いなくなった。モモ以外はな。興味があれば奴と話すがいい。奴も脱出は諦めたようだが、結局それが一番だってことだ。ここから逃げたいっていう気持ちはみんなあるけれども、もうエレベーター動いてないし、結局ここに留まって、みんなで生きていくことを、が一番だというふうに、まあ、みんな諦めているっていう感じなんだね。やつはオレンジ色のネオンが光るあのビルの上に住んでいる。ビル、あー、あれか。あそこだね。助けを求めるには下。私をいつでも呼んでください。ここにいますから。ガーディアンはオレンジ色の、あれ？見えなくなっちゃった。大きなビルの上にいるモモと話すように言っていました。
彼がこっからの脱出方法を知っているはずです。 OK、 はい、ということで今回はここまでです。たくさんの方ご視聴いただきありがとうございました。また次回続きやっていきます。お楽しみに。以上、三浦大知でした。バイバイ。